こんにちは、ステレオカメラの相場で、今回ご覧いただいてますレンズは、ライカの大変人気のオールドレンズになりますね。ライカのですね、ズマリット 50mm というレンズになりますね。最近のオールドレンズブームでですね、非常に人気が高まってきているレンズですね。はい。背景のぐるぐるボケとかですね、水彩画のような描写がですね、非常に魅力的だということで、大変数も少ないですので、人気のレンズになっておりますので、ぜひチェックしてみてください。はい。ご覧のようにですね、ライカズマリットですね、ズマリットの 50mm、F1.5 で、非常に明るいレンズですね。はい。シリアルが892100ですので、1951年ですね、の、ドイツ製、ズマリット 50mm ですね。でもって、ライカ M3 のですね、まだ発売前のレンズになりますので、ご覧のようにスクリューマウント、バルナック型用の、マウントになりますけれども、LM アダプターというですね、こちらですね、これをお付けいただくことで、ライカの M 型ですね、とかですね、他にもソニーの α7 などにですね、普通にご使用いただける現役のレンズになっております。はい。じゃあ外観から見ていきますね。外観はご覧のように、うっすらと使用感、経年感はあるものの、目につくようなですね、擦れ当たり、凹み、汚れなどは見当たらない感じですね。メッキの摩耗とかですね、どっかに落として歪んだり、どっかに強くぶつけたり、擦ったりしたような、あとは見受けられないですね。マウント部分も綺麗ですね。はい。ご覧の通りですね。はい。外観は、概ね、綺麗と言っていいですね。はい。備品と言っても差し支えないです。でもって、レンズですけれども、この時代のですね、ズマリットのレンズは、非常にこの前玉が柔らかい素材でガラスでできておりまして、どうしてもですね、こう拭いたりすると、擦れがついてしまうんですけれども、この個体もですね、ややライトに透かすとですね、ビデオではちょっと見にくいかもしれませんけれども、やや擦れがありますね。もちろんですね、普通に撮影して、画質に問題があるというレベルではないんですけれども、一応ご留意いただけましたらと思いますね。はい、ライトに透かると、前玉にすれが、いくつか見えます。はい。まあ、普通にビデオで見る限りですね、傷ついてないと思いますけれども、こちらも非常に綺麗な状態だということですね。ズマリットとしては非常に綺麗な状態だと思っていただいて、問題はないと思います。あ、この角度でちょっと見えますかね。前玉にいくらかすれがですね、ちらほらと見えるのが、お分かりいただけるかなと思います。はい。はい。あとはですね、後玉とか、中玉ですね。曇りカビや、バルサム切れなどはありません。チリホコリの混入がですね、ちょっといくらか、ちらほらと、ちょっと肉眼でも見えますが、こちらもですね、画質に影響のあるレベルではありませんね。はい。まあ、気になるという方はですね、また、念のためですね、末永くお使いいただくためにですね、全体的な分解整備、清掃、調整をご希望いただける場合は、オプションからお選びいただけましたら、当社にて格安で影響を合わせていただきますので、ぜひご利用いただけましたらと思いますね。はい。絞りもですね、動きも非常に滑らかですね。ややちょっと動きが重めではありますけれども、スムーズに動いておりますね。油の乗りとか、針の痛みはないですね。はい。ピントヘリコイドは非常に滑らかに動いてますね。いっぱいまで、一定のトルクで、はい、動いてますね。はい。グリス切れとか、スカスカ感などは感じません。無限ロックもしっかり効いてます。はい。付属品がですね、このキポン製の、LM アダプターですね。これをつけていただきましたら、ライカ M 型ですね。ライカ M3、M4 のようなオールドカメラから、ライカ M240 とかのようなですね、現役のデジタルカメラにも問題なくご使用いただける、マウントになります。あとはリアキャップですね。それと、こちらの純正のフロントキャップ。こちらが
付属しております。はい、ということで、ライカの非常に人気の高いですね、オールドレンズウマリトン 50mm、はい、になっております。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。